どうも、ノンサリニオです。夏美です。今週は井上ミッションが一つ、そして夏美ミッションが一つ、計二つのミッションに挑戦していただきます。まずミッション1、井上ミッションはこちらでございます。可愛くよもにミッション。ほう、まあ、風船の主題歌のね、歌詞で、そういうこと、あの大当たりが決まるとき、いやーいー流れますよね。はい、ここをやっぱりいかに可愛く、可愛くやるんですね。言うだけ、そう、可愛く言うだけ。可愛いが大事。よもにというワードが入っていれば、もう前後何していただいても OK。 なるほどなるほど。いかに可愛くこのバズらせるか、その動画を、撮っていただくというミッションになります。ちなみに夏にどういった動画をしますか？よもにどういうプラン、この辺、この食べかす飛ばしたみたいなやつさあ続いて、じゃあミッション2、なっちゃんミッションなんですが、何でしょうか？はい、夏美ミッションはこちらです。変顔ミッション。おお、はい、涙の女王と呼ばれている、うん、あの友人役の女優チェジューさんにちなんで、うん、あの泣きの間ピエン顔に挑戦していただきます。ね、なるほど。まあまあちょっと前に流行りましたよね、うん、流行った流行った。まあ、可愛い顔でピエンっていうのは結構女子得意じゃない、だんだん気がします。まあだからぶりっ子でしょ。まあ要はそれですね。ぶりっ子、あざとさの全力のやつね。こちらですね、動画、うん、画像、どちら投稿しても OK。 写真でもいいのね。写真でも OK で、目薬などの小道具をあざとく使っても OK です。 OKOK、 なるほど。もう全然何でもありね。はい、じゃあちょっとなっちゃんやってみてよ、ピエン顔。では夏美さんのピエン顔まで3、2、1。ピエン。全然泣いてないよ。いや、もうピエンってもっと悲しいやつちゃうの？あ、本当です。あれ、もっと泣く、うん、今の方がピエン顔してるさあ、というわけでこちらのミッション1、2の動画を12月20日日曜日24時までにアップしてください。動画での投稿の場合、 TikTok や権利に引っかかりそうなね、楽曲の使用は NG となっております。はい、参加者の皆さん頑張ってください。